ち。お疲れ。ちょっと食べ過ぎた。足の運動しよう。映ってない。分かった。こうしてこっちに足を伸ばしてやればいいんじゃない。今なんかペダルこぎみたいなやってる。筋トレというか、まあ、今日もたくさん踊ったんですけどね。なんかもう食べたら消費したいっていう気持ちがすごいあって、自分。そう、だから動かしてる。しかもマスクつけるとすごい疲れる。例えば今日あゆとお揃いだったレッスン買いに行ったんだよね。2年前ぐらい。1年前、2年前、1年前ぐらいの時に買った黒。これめっちゃ使ってる。うん、あれ、ハート、あきおめ、あきおめ、ハート、ハート、き、ハート、き、ナイス、ナミ、かわいい、あなたはとグッドゲーム、ありがとうございます。いいの、なんかあれ、いいの、なんかあれ、ありがとうございます。き、マスクのイコラもかわいい、ありがとうございます。あ、き、ありがとうございます。かわいい。いやもう今日すぐ眠れちゃいそう。でもね、覚えなきゃいけない。頑張るよ。き、今日めありがとう。はい、
いや、多分ご飯食べたからすごい今眠そうな顔してる。清め、溶けたアイスクリームありがとうございます。だるま、だるま。ハート、ありがとうございます。ナイス、のみ。今夜、困り前に見えない。いや、ずっとこの眉毛なんだけどな。何なんですかね。あ、ナイス、のみ、ありがとうございます。あと。ハート、ありがとうございます。なんだね。おにゃはん込めた、自分で決めました。あと、ありがとう、アイスのみ。ドボンも頑張りたいんだけど、私1位になれる自信がない。 あ、自分のね、そう、ゆかるの推しランキング、めっちゃ頑張りたいっていう気持ちはあるんですけど、気持ちと行動が追いつかない。でもその中でもさ、そう、私なんか別に。今4位だっけな、自分が多分確か。
風邪ひきました。よかるの気をつけて。お大事に。大事にしてください。喉を休めましょう。あ、喉、鼻風邪、気をつけてね。病院でもすごいと思うよ。ありがとう。優しい。なんか頑張ってっていうコメントが結構プレッシャーになる時もあるんだなって感じました。プレッシャーっていうかなんだろうね。でもなんか私もそうだし、ファンの方も皆さん寝れる時にね一緒に頑張ってくれてるのすごく感じているので、みんなペース、自分のペースで楽しみましょう。でも私が本当にあ、もうこれ絶対私掴みたい、私これ頑張るって時はもう本気で本気出す、本当に本気出す。うん。本当に、うん。ありがとうございます。あ、今日もなんか今日も今日も いやー、あ、ハートありがとう、うん、なんかめっちゃ真面目っていうかなんかなんかこういう配信ありですか、どうなんですかね、わからないけど大丈夫。ハイト、ハート、40名ありがとうございます。本当でもいつまで続くか分かりません。ありがとうございます。でも本当にあのありがとうございます。なんか続けられてる。あと、ありがとう。なんか続けられてる。自分でも驚き。うん、夢になるのは嫌だから。1年やってさ、なんか、今日も配信しなきゃ、みたいな。じゃなくて、でも、今の私は、配信したい。気持ちがあるから配信してる。で、それなんか続けられてるなと思って。うん。
た。今日の分のツイートして。ツイートは？あ、寝るときにする。まあ、でも12月は毎日やるって言ったけど、もう1月だからね。1月もまあ継続的にねツイートできたらなと思ってるんですけど、私でも本当につぶなんか本当なんか、ごめん、もう終わったから私の目標。できればするくらいで大丈夫かな。でも本当に12月毎日ツイートするっていうのをやってた時に、やってって、あのフォローしてくださる方がたくさん増えてすごく嬉しかったです。なんか私のファンの方もまめにリプをくださったり、あとやっぱリツイートが大きいかなって、いいねもそうですし、うん、それが大きかったです。皆さんありがとうございます。私はね結構遅めでしたよね。周りのメンバーと比べると多分結構時間、うん、始めたかも、本当に始めたかった時に始められなかったらちょっと大きかったんですけど、まあでも皆さんそう言ってね広げてくださってるおかげでたくさんの方と出会えているので、本当にありがとうございます。ゆかるんファンはいい人多いね。200点満点のいいねをあげる、ハートをあげる、嬉しい嬉しい。200点満点。200点満点って何？200万点だよ。200万点。あ、ハートありがとうございます。木ありがとう。すごい木がいっぱい。木がいっぱい。被害いっぱい。ありがとうございます。どんどん拡散してください。200万点あげたから。あのゆかるん、あの広げてください、その代わり。怖い怖い。あ、ハートとキーと
かけたアイスクリーム、ありがとうございます。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。いや、もう嬉しいね。なんかそう思ってくれる人がもう本当いい人ですよ。伝えてくれるっていうのも嬉しいし、感じてくれることがすごい嬉しい。みんながいい空気感を作ってくれてね、なんか本当に、ね、ありがとうございます。本当ありがとうございます。今日はちょっと頭が回ってないです。溶けたアイスクリームありがとうございます。あともありがとう。なんでこんな白いんだろう。寝起きです。嘘です、起きてます。あれなんですよ、私って多分すっぴんが眠そうな顔してるんですよ。よろしくです、覚えてください。メッツンだったのかな。メッツンでした。にゃーん、メッツンでした。うん、ちゃんとスリーのレッスンでした。なんかもうちょっとね、ジャージ買おうかなって思いました。そう、最近本当にレッツンで着るものがね、なくなってきちゃって、毎日、まあ12月もそうだったんだけど、1月入って、まあ今日からですけど、これから続くので、そう、いや、下はあるからいいの、アディダスともう一個のベージュのフリーなんだっけ、ラブラドレトリーバー教えた時のあのベージュのさ、ジャージ上が欲しい。なんかこの感じ好き。なんか GU とか、ハンドとか買いに行きたい。大きめの、楽な感じの。これずっと着てるからね、最近。てかずっと着てる。
2000円ぐらいだったっけな、これずっと着てる、あゆとお揃いの。柄物着ないね。てか柄物のリスにあんま持ってない、あんまり。いや、この時期は T シャツは寒すぎるので着ない。これぐらいもう分厚い、分厚い、なんか普通に部屋着感みたいな。 GU のこれ確か XL でもこれぐらい、だから多分 M とかだと多分これぐらいなんだろうね。わかんないけど。XL。あゆも確か XL だった気がする。確か XL。丈感もね、長くないんですよ、これ。なんかほんとぴったりで売ってますみたいなサイズのジャージは多分 XL でいけるんだろうなって思った。トレーナー、うん、にゃはー、なんか大きめのさ M とかもありません？なんか L とかね、なんか GU はすごい GU 推しみたいな感じですけど、でも本当に GU は結構ピタって感じの多分サイズ感、本当にそう、なんか XL がちょうどいい、ダボット感が好き。しかも私冷え性だから手が隠れてる方がまあ高いって感じ。まあそうですね、メーカーによってサイズ大きさ違いますね。え、大きいの欲しいです。うん、買うなら。29% だ、充電。いけるかな？22分で 29% っていけるかな？いけそう！なんか、大丈夫な予感。ギャラクシーは多分いけるだろう。多分ね。あ、28% になった。28歳は、そうだなぁ。いろんなお仕事をしたい。
今よりもっと綺麗になって目標ね。髪の毛も、なんかね、なんだろうな、髪の毛も長いのかな、染めてるのかな、わかんないけど。今よりも細くなって、あ、綺麗にね。いろんなお仕事をしてると思う。幸せに過ごしたいです。でも今よりももっとちゃんとできる人になりたいですね、何事も。27歳は2年後でしょ？27歳か。してるかな。まあでもね、いろいろ自分の中でもね、人生のその何プランじゃないけど、やっていきたいこととか考えてて、まあでも27歳はちょっとわからないです。ちょっといい、わからないですね。まあ何してるんですかね。ありがとうございます。大阪でたこ焼き焼いてるかもしれませんね。ああ。本当に。ありがとうございます。いや、1年って長いですからね。1年前の自分と今の自分って絶対思ってることとかも絶対違うし、なんかね、幸せに過ごしたいです。26%ということで26歳。何してるかな。もうだってあと7ヶ月後ぐらい、7ヶ月とちょっと。そうだね、まあもう今年ですけど。に早く25歳にならないかな、25%に。26歳は最高に絶好調な年になると信じております。 なんか別にそういうさあれはないけど、でも個人的にはコンサートがあったり、みんなでねコンサート、私2つ出させていただいたり、もうそれもすごく嬉しくって、まずその1月からね。でもなんか本当にいい年にしたいので、するので、今年は。そうですね。あと、ファンの方も、演技してる私を見たいっていう声もね、たくさん、ね、この間の配信でも、たくさん届いたので、そうですね、できるように、嬉しい報告できるようにしますね。バケットアイスクリームありがとうございます。
25% 来ました。 25% 25歳 Now、 まあ、そうですね、26歳と同じようなことなんですけど、あれなんで26歳の時に20、もう今年か、そうか今年なるからそうだよね。25歳は今正直なかなか落ち着かない気持ち的にもそうだし、なんかですね、そんな気持ちですね今は。うん、そうですね、いい、すごい、そうそうそう、みんなそうだよ。いやでも、私だけの気持ちもあるから、そう、そう、そういう細かいこと言えないんだけど、なんかその、うん、まあ環境の変化もありますし、44、うん、ごめんなさい、頑固すぎて私。うん、ダメだね。なんかでも自分の意見とか言えるようになったと思います。うん、猫背も治ったし25歳になって自分の変化に気づきました。うん、猫かわしてるけど猫では治った。24歳、24歳はお芝居のきっかけをくれた年かな。本当になんか、うん、こんなに楽しいんだって思いました。でも私たちは演劇がメインの、 なんて言ったのアイドルだけど、その外のね、そうそうそう、舞台とか出させていただいてて、だからまあ極めるというか、その磨くっていう点においては本当に全然足りない部分たくさんあるし、からでもなんか本当に刺激をもらえた年だなと思いました。24歳が、うん、でも私のなんか同じ場所にこう立って何か吸収してもらえるものだったり感じてもらえることとか絶対あると思うんで、私も皆さんからいただいたものを吸収できたので、うん、だからなんかそうだね、舞台、まあ、1年出演してないですけど、今はね久しぶりになって、その空いた期間でなんか、なんだ、縮こまっちゃったり、なんかその考えすぎて出せないってなったらちょっと辛いので、悔しいので、今はまあプライベートでレッスンしてって感じで磨いていけたらなと思っております。頑張ります。はい23% 23歳は、イノシシ、イノシシが24歳だっけ、
イノシシだよ、23歳。あれ？そうだよね。星女でした。でも、挑戦してましたね、いろいろ。あれ、24だっけ？え、24？ あ、そうだっけ？星女24だっけ？あ、そうだ、24歳の時にロシシもらったわ。生誕祭で思い出す。あー、ちょっと。で、24歳が濃すぎて。23、ちょっと覚えてないな。1年前のことしか覚えてない。そうか、12×2 は24、24だね。今生誕祭で思い出した。マスク猫じゃない？いや、当たり前なことコメントしてく。面白いなぁ。ツボです。ありがとうございます。やはーん、やはーん。犬じゃないんだ。え、メール取ってない？もしかして。え、これじゃ写真で送ったあれだよ、マスクだよ。え、なんかファンだと思ってた方が私のメール読んでなかった。あれ、そうだよね、メールは読みたい。なんか受けてるんでしょ。ああ、そういうことか。私たまにボケがね、ほんと真剣に受け取っちゃう時あるんですよ。自分でもわかる。皆さんと直接ね、こう、まあ、オンラインとか、直接会って表情とか、声のトーンとか、わかれば、あ、わかるってなるけど、ね、確かに文字だけだと、さあ、受け取りの問題ありそうですよね。うん。ね。あ、そう、明日せいちゃんのラジオ、グラジめっちゃ楽しみ。今日せいちゃんに会ったんだけど、すごかった。あの、まだね、その内容とかは見てないんだけど、内容をせいちゃんが教えてくれて、おーってなった、嬉しいって。そう、でも明日ちょっと私ちゃんとできるかなっていう当日さ、読んでちゃんとできるかなっていう、そう、ドキドキ。早く台本を読みたいです。
あ、木、ありがとうございます。あと、ありがとう。ヒーリングドラマ。リーディングと言ったらあれだな、なんかみんなで考えたなんだっけみんなで考えたお話、あれでもう私はもう恥ずかしいっていうのもなくなったからね、あれ出してね。あ、キーとハートと溶けたアイスクリームありがとうございます。尊い、ありがとうございます。ハート、かわいい、うん、気分屋なとこありますね。本当に申し訳ないです。はい、すみません。でも楽しかった。あれは本当に楽しかったですよ。本当に楽しかった。タコー。あと5分だ。あ、20%。全然持ちましたね、充電。すごい髪の毛がしっとりして、アイスクリームありがとうございます。あとありがとう。いや、今日も何分だ、1時間、まあ約1時間かな。ありがとうございました。楽しかった今日も。ありがとう、ありがとう。こちらこそ。癒したい。癒してください。癒しが欲しいです。癒しが欲しいです。まず整体行きたいです。なんかアロマ系のなんかとても居心地のいい。でも私ね、昨日癒されようと思ってなんか家にキャンドルあったんですよ。あれをお風呂に持ってって、お風呂場それをね、あ、お風呂電気オフにして、うん、キャンドルの明かりだけでお風呂入りました。やばくない？すごいさ、癒しが欲しかったんだなって思った。自分キャンドルを一つだけこう持って、おしゃれで、なんか感じの音楽を流してずっとこう入ってた。癒し効果半端だから、もう本当にすごかったですよ。うん。
まあ家に結構あったので使わないともったいないなと思ってキャンドルをね、そう使ったんですけど、うん、聞きました。今日も、皆さんありがとうございました。それではまた明日お待ちしてます。バイバイ。ありがとうございました。ギフトもコメントもいつもありがとうございます。毎日本当にありがとうございます。ありがとう。明日も頑張ろう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。